皆さんこんばんは。アニソン界のおしゃべりクソメガネこと、大石正義です。さあ、始まりました。ヤングタウン火曜日、104回目の放送となります。いや、10月に入りましてね、あのー、インボイスが始まったりとか、あとは、ジャニーズがスマイルアップに変わっていったりとか、 どんどんこう世の中が新しい方、新しい方に動き始めておりますけども、えー、このヤングタウン火曜日も、なんとですね、新しい方に変わっていっております。ディレクターさんが新しくなりました。いらっしゃいませえ 首にせんといてや <laughs> ねえ、いや、そうなんですよ。10月からまた新体制のやんだ。でも、変わらず、えー、徳もさんはね、えー、同席いただけるということで、これからもよろしくお願いしますという感じなんですけども、徳もさん、あれですかインボイスって、大丈夫大丈夫です。大丈夫,大丈夫なんか、あの、領収書関係とか。僕、あの、ちょうどね、今日、あの、コインパーキングに止めて、 出たんで,すよ駐車場で、あのー、領収書発行するじゃないですか。ちゃんとあの、T から始まる、ね、番号、書かれてありましたわ。あれでも、大変やったと思うで。なんか、全国の駐車場が、それを、機械を導入したっていうことでしょ一斉に。9月の30から10月の1日にかけて。で、中には、 それが、機械が対応してないから、すみませんけど、駐車できませんっていう、張り紙してる駐車場もあるって SN、SNS で僕知ったんですけど、結構大変そうだなと思いながら、これから徐々に徐々にね、実感していくんだろうなぁっていうふうに思ったりするんですけど、なんか、またこれも噂に聞いた話なんですけど、あの、紙で手書きの領収書って、もうあの、 なんて言うんで,いいでしょう、こう、確定申告の時に出せなくなってくるみたいな。要はその t から始まる番号が書かれてないから、その出せなくなっちゃうんだよ、みたいなことで。ただ、えっと、まあ、条件として、えー、ハンコ個をして、そのハンコに、ちゃんとその、あのー、番号が、課税業者ですよって番号が振られてあったら、それは提出できるんですって。だから、 なんか、風吹けばオケアが儲かるじゃないですけど、今、ハンコ業界が熱いらしいっすよ。ねらしいっすね。あ、新しいディレクターさん、さすがですね。もう、情報通ですから。全部知ってます。<laughs> 全部頷いてる。大石 <laughs> さん、まだそのレベルですかみたいな目で僕のこと見てるわ。首にせんといてや。<laughs> ねえー、ヤンタンにはヤンタンの層があるね <laughs>。 しっかりと情報を丁寧にね、提供していきたいなというふうに思うんですけれども、それでは今夜も参りましょう。MBS、ヤングタウン 改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義ですさあこの番組はラジオトークでも生配信しておりますコメントも拾っていきますのでどんどんコメントくださいあコメント欄はへえなるほど <laughs> さすがーっていう <laughs> 僕への賛辞にあふれてますね <laughs> 工藤さんこういうこと <laughs> うちの層は勉強になります <laughs> ある意味ねそうですよねまあでも もう1回こう勉強し直したりとかみんなで共感し合ったりするのって大事だなというふうに思ったりもするんですけども <laughs>、えー、X のコメントも拾っていきますよ「えー、ハッシュタグ大石ヤンタンでつぶやいていってください」「クビにしないでください」っていうねフグタンさんからの切実なツイートもありますよ <laughs> ポストですか私たちの大石をクビにしないでください。 ねえメールアドレスは <laughs> YKEATMAKMBS1179.comYKEATMAKMBS1179.com ですよろしくお願いします、えー、チャリーネームグッバイマイマネーさんおいさんこんばんはこんばんは 先日の公開収録に参加しいろいろと感化され初メールを送ってますおおありがとうございます私はヤンタンをきっかけに大石さんのことを知ったのですが1人喋りで90分に魅了され、えー、公開収録に即応募するほど大石ヤンタンのファンになってしまいました嬉しい大石さんのガチファンの方々とお会いするのは初めてでしたが、えー、公開収録後に大石さんが再登場された際は「大石さんいます!」 と、すでに会場をあて後にされた方を呼び戻す方々を見て、とてもほっこりとした気持ちになりました。そうなんですよね。写真撮影をするために、一回その公開収録の場所から離れたんですけども、もう一回僕戻ってきて、その登録の場所で写真を撮るみたいなことがあったんですけど、ファンの方々同士で呼びかけがあったみたいで、まだ本市おるよみたいな。あんたあんたあんたはよみたいな。<laughs> えー、そんな方々とのコールレスポンス三段活用。 ユニバースの合唱はとても楽しく、え、今度は大石さんのライブにも行きたいと思いました。改めて公開収録の開催ありがとうございました。これからも、えー、メール送っていこうと思います。ありがとうございます。グッバイマイマネーさん。そうなんですよね。最近なんか、ヤンタンリスナー増えてきてて、ライブ会場とか行っても、ヤンタンの T シャツ着てる人とか、ロンティー着てる人、いるんですよ。すぐわかる。なんか、地蔵なの。 あの、みんなめちゃくちゃノリノリなのに、ヤンタンリスナーだけずーっと微動だにしないの。<laughs> もうすぐわかってるからね、みんな。あの、ヤンタンリスナーのみんな。うちの会場に来た時動いてないやつ、だいたいヤンタンチータツ着てる説。<laughs> <laughs> いや、嬉しいですよだから。それってつまり、頑張ってというか、いや一回ライブ見て、みたいなっていう方々が、 わざわざ足を運んできてくれてるわけじゃないですか。だからね、やっぱ嬉しいですし、なんか持って帰ってもらいたいなと思って一生懸命歌うモチベーションになったりしてるんですけれども、ただ一言言いたいのは、目立ってるで。<laughs> <laughs> 目立ってるで <laughs>、えー。ありがとうございます。そうなんですよね。前回はヤンタン55周年を迎えて、えー、ヤンタン展から、えー、公開収録ということだったんですけども、まあ、 うちのリスナーさんがこういう顔でこんな表情でラジオを聴いてくれてたんだっていうのが目の前でね、こう見れたので本当に良かったなというふうに思うんですけども、やっぱね、あ、これは響いてたんだなとか、あ、このコーナーはいまいちやったんやなとか。 なんか、いろいろわかるところがあって、特に、あ、いまいちだったんだなぁって思ったのが、インターネットの大石正義の悪口をラジオで紹介するコーナー。<laughs> めちゃくちゃみんな苦虫噛んだような顔してたんで、あれは不評なんだなって思いました。ですが、今夜も、 後でやります <laughs>。あの、いや、やっぱね、湯水のように大石のインターネットの悪口って出てきてるみたいなんで、ちょっとまあね、後でね、えー、慌てずに、みんなさん、えー、お待ちかねだと思いますけども <laughs>、慌てずにね、後で紹介したいなというふうに思います。メールがたくさん来てるんで紹介していきましょう。ジャニーネームラックさん、島根県の方です。 えー、大石さん、徳間さん、こんばんは。えー、好きになっちゃダメな人、配信リリースされてから毎日キュンキュンしながら聴いています。ということで、先日9月の29日かな、えー、?0 時に配信リリースしました。僕の新曲ですね。好きになっちゃダメな人をキュンキュンしながら聴いていただいてるみたいです。ありがとうございます。えー、好きな人以外にされたら嫌だけど、好きな人にされると胸キュンな髪をくしゃとか、大石さんはあまりやら,やらなさそうなタイプに思、 思えないですけど、えー、女の子の気持ちで歌詞が書けるのはなぜですかやっぱり妹キャラを想像したりするんですか <laughs> これなんか、たまに聞かれるんですよね。今回その好きになっちゃダメな人っていうね、お嬢と番犬くんっていう10月クールの、えー、アニメの主題歌になってるんですけども、あのー、女の子目線で曲を書いてみた、歌詞を書いてみたっていう感じで、一人称が僕とか俺とかじゃなくて、私。 なんですよね。で、その私から見た、まあ、その、好きになっちゃダメな人っていう、まあ、男の人に向けて、えー、言葉を紡いでいくみたいな感じなんですけど、まあ、その歌詞の中に、こう、その男の子が、もうなんか自分のことを子供扱いして、頭をくしゃくしゃって、もうちょっとやめてよみたいな。ほら。 ずるいじゃんみたいな感じの <laughs> 今ので一発で分かったと思うんですけど、どんな感じか。えー、っていう曲をね、書かせてもらってて。で、これは、でもさすがになんかその、僕が女の子の気持ちを分かってるとかではなくて、その、お嬢と番犬くんっていうね、まあ、原作があるんですけど、それがちょっと素晴らしすぎて、その、 少女漫画なんですけど、その女の子の心の揺れ動きを描くのが、描くのがすごく上手すぎて、まあ、それをトレースして、そのまま主題歌作ったら、こういう風になったっていう感じなんで、このラックさんが女の子の気持ちで歌詞書けるのってなんでですかっていうのは、つまりは僕はそのお嬢と番犬くんっていう作品をそのままえ雰囲気をトレースして歌詞を書いてるから、そういう風に。 あの、印象付けられてんのかなというふうに思ったりしますんで、ぜひね、アニメの方も、えー、いい仕上がりになってると思います。まあ、生意気ながらですけども、えー、ぜひ、えー、見ていただければというふうに思いますし、好きになっちゃダメな人、この新曲めちゃくちゃ行いくい。徳もさん好きなんですよね。<laughs> <laughs> 今の大好きですわ、徳もさんの本気のやつやね。<laughs> たまーに嘘つくから、あなたも。<laughs> あの、上積みだけで喋りすぎるから <laughs> <laughs>。好きです、好きです。あれ、これは最高です。<laughs> ありがとうございました。<laughs> <laughs> 本当に徳本さん好きらしくって、この曲ありがたいなと思うんですけれども。ぜひね、あの、配信でサブスクとかでも聴けるんで、聴いていただければというふうに思います。ちょっともっともっとね、あの、メール来てますんで、紹介していきますよ。 ジャリネーム、ハンペン侍さん、東京都の方です。えー、大石さん、こんばんは。こんばんは。えー、鈴木愛理さん主演のドラマ、推しが上司になりましてが、今週から、えー、テレビ放映されますね、と。えー、この方はですね、独占配信、先行配信があったらしくって、それでもう1話を見たらしいんですけども、えー、鈴木愛理さんの、 クールブっては5つ,つも頭の中はバグってるオタクの演技が最高でしたということでね。えー、もう一足早く見てるんで、あの、まあ、僕が、えー、このドラマの主題歌を書いてるんですけども、鈴木愛理さんが歌う曲、えー、最強の推しという曲を書いてるんですけど、えー、鈴木愛理さんが歌う最強の推し大好きですと。 えー、片寄せりょうたさん演じる、う元2.5次元俳優をイメージした、どこかミュージカル調というのですが、えー、これを作った人は天才だなと思いました。僕です。<laughs> <laughs> ありがとうございます。えー、ドラマのクレジットには記載がなかったのでわかりませんが素晴らしかったですと。えー、サビの終わりの最強の推し。 のところは、ライブで、えー、コーレスしたいなというふうに思いましたし、X で実況ポストしたいと思いました。そうなんです。えー、今週から始まります、ドラマ、えー、推しが上司になりましたの主題歌、えー、最強の推し、鈴木有さんが歌う楽曲ですけども、これ作詞作曲編曲、私、応援しまし、たマシャヨシが、マシャヨシが、させていただいております ありがとうございます。これマジでいい曲できちゃったなーっていう感じなんでね、ドラマともども、あの楽曲の方も楽しみにしていただけたらというふうに思うんですけども、この曲ね、振り付けがあって、それがまためちゃくちゃ可愛いですよ。あのー、すごい、あの、有名なというか、あの、最近来てる振付師さんが作った振り付けなんですけど、もう僕ももう一発で覚えて、 惜しいってやってますわ。恥ずかしい。<laughs> <laughs> そう。ぜひね、聞いていただければなというふうに思います。で、そうなんです。コンクール ?10 月クールはですね、えー、僕、アニメ3本とドラマ1本、主題歌、えー、担当させていただいてまして、まあ、数でね、数えるのどうかと思うんですけども、でもちょっと10月クールはさすがに働いたなーっていう感じあるんですけど、 まあちょっとねあのー、鼻高くなってたところあるんですよ。俺なかなか頑張ったやんけやるやんけって思っててまあ10月クール4本やってるやつ折れへんやろって思ってパッて隣見たらあの奥との相方のトム・ハックが同じく10月クールテレビアニメ4本やってて「<laughs> お前もかい!」みたいな「<laughs> 俺だけちゃうんかい!」みたいな,なた、ね、いやでもなんか その、10月クールってアニメの本数めちゃくちゃ多いんですって。いつものクールだと40本ぐらいアニメ、えー、放送されてたりするらしいんですけど、今クールは1.5倍の60本放送されるらしいですよ。で、なんかその、噂によると、その、まあ、 えっと、まあ、中国とかのアニメーターさんの力を借りて、で、そのアニメ制作とかするっていうのが割とこう、最近のアニメ制作の、あの、手段の一つになってて、で、まあ、そのコロナの影響もあって、止まっちゃってたんですよね。その発注してもなかなかこう帰ってこなかったりだとか、その、クリエイティブ自体が止まっちゃってるとかっていうことになってたらしいんですけど、最近になってようやくこう、正常に、 あの、マイが動き始めたっていうのもあって、ドドドドドドドっと、その、アニメの足並みみたいなのが揃ってスタートしたのがこの10月クール。みたいです。噂によるとですけどね。諸説ありですけど。ね、まあ、その、いつもより1.5倍ぐらいそのタイトル数があるんで、たまたま僕もが担当してたアニメ主題歌とかも、その中には、本当は7月クールに、 要は、一個前のクールに放送する予定だったんですけど、ちょっとワンクール伸びて10月になりましたとか、えっと、4月クール、今年のね、4月に放送する予定だったけど、10月に流れましたとか、もう2クール後回しになったっていうのとかもあったりして、あともう一個、 あ,のあるのがプラットフォームが増えたっていうかその要はネットフリー独占とかそういう,こう配信ものもすごく増えてきたっていうのもあってテレビ放送だけじゃなくてそういうサブスク系の配信のアニメも増えてきたからっていうのでタイトルがどん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 こう10月は多くなったんじゃないかっていう説がありますけどもまあアニメのタイトルが増えることはねいいことだと思いますし我々もねこう忙しくできるなというふうに思ったりもするんですけども。 でも、だからこそね、あのー、おすすめしたいですね。僕が主題歌やってるアニメ、全部おもろい。絶対見て、よろしくお願いします。今週から、えー、続々と始まっていくので、えー、ご期待ください。えー、それではここで一曲お届けいたしましょう。テレビアニメ、お嬢と番犬くん、オープニング主題歌になっております。いい曲です。大石正義、好きになっちゃダメな人。 大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、さあここで最初のコーナーに参りたいと思います。皆さんお待ちかね。インターネットの大石正義に書かれた悪口をラジオで紹介するコーナー。ね。えー、っと、今日で4回目か5回目のこのコーナーなんですけども、え、これ、 実はですね、台本に書かれてないんです。このコーナー。一言もテキストで書かれてなくて、大声島正義が自主的にやってます <laughs>。<laughs> <laughs> あのね、なかなか台本に定着しない <laughs>。書かれないんですよね。で多分なんですけど、ちょっとこれを機に聞きたいなと思うんですけど、徳本さん、このコーナーって、 不評なんすかあまり、ハマってないうん。カモンです。いやいやいや、好きやんか。<laughs> 大石正義の悪口を言われてるの好きでしょとか <laughs>、うん、もさ、悪く言われてるの好きじゃない僕は,僕は好きですけど。いつも、ここのところだけ、うん、声でかいやん。<laughs> <laughs> <laughs> いや、だから、結構好評なのかなと思ったんですけど、なかなかテキスト化されないし、ちょっとおかしいなって思って、まあ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 いいでしょう。でももう今日はもうやるって言っちゃったんで、やっていきたいと思います。え今週も、たくさんの悪口をありがとうございます。ということで。いや、っていうか、最近はなんか、 褒め言葉的な感じでも使われてるみたいで。で、あったのがこんな感じです。大石正義のホストが嘘笑いするときみたいな笑い方がマジで好きすぎる。<laughs> <laughs> 誰が嘘笑い大石正義とホストに謝る。<laughs> <laughs> <laughs> 誰が嘘笑いの本気で笑って、あははとかね、言うてますけども。僕はあの、よくこう、義務で笑ってるんじゃないかと、うん、ね、<laughs> MC やってるね、番組とかでも、よくこう、はははってこう、長寿で合わすようにね、あの、笑っちゃったりとかもするんですけど、まあ、それはまあね、許してほしいなと思うんですけど、あははって言うてる最中に次のね、 あの、展開とかを頭の中で考えたりするから、その笑い声自体が上の空になってしまう時ありますよっていうことですけども、なんか好きみたいですよ。<laughs> この人は。嘘笑いが好き。ね、痛い目、見たいんですかね。<laughs> そんな人、好きになっちゃダメだよ。ダメダメ。それこそ好きになっちゃダメな人だよ。 ねえ、大石正義のホストが嘘笑いするときみたいな笑い方が好きすぎるっていうね、ええー、ことをいただいてましたけども。あとね、困難もありましたわ。これちょっと二つ、というか、その、時系列的に同じ人が、ええー、もう、1分前、そして0秒みたいな感じで、ええー、ポストしてたものです。えー、入院担当してくれるドクター、塩顔で、 イケボで、ノリも良くて、かっこいいんだよなマスクマジックだったら、処刑って書いてるんですけど。で、要はマスクしてて、まあ顔見てな、見れてなくて、全部の顔面を拝めてないと。ただ、潮顔で、めちゃくちゃイケボで、ノリがいいっていう、入院担当してくれるドクター。で、すぐに、1分後くらいにですね、同じような、あの、感じで、 えー、ポストされてたんですけども。そのドクターの名前をね、どうやら、フルネームで検索したらしいんですよ。病院の、そのホームページで。名前、フルネームで検索したら、顔面、大石正義でクソワロタ。あれ <laughs> が <laughs> クソワロタってんやねん。誰がマスクマジックへ。な <laughs> んで笑われなあかんねん。<laughs> クソ笑うなや。ん <laughs> やねん。 塩顔イケボでノリノリ海苔いい大島選手やんけ。それでええやんか。なんでクソ笑うねん。んま、<笑>,笑わんでええやん、別に。おかしな話やで。こういうやつあるんですよ。なんか似たようなやつは結構あって、これ他の方ですけど。うん なんか最近、大石正義かっこよく見えてきて、マッキー。な <laughs> <laughs> がマッキーやねん。なんやねん、マッキーって。<laughs> ちょっとおかしな方に言ってないですか。いや、僕のことをね、まがいなりにもこう、かっこいいって言ってくれたりとか、ガチで押してくれる人いる、いるんですよ。 ちなみに、これ毎週言ってますけど、このあの、僕がピックアップしてるアカウントの皆さんは、みんな僕のことフォローしてない人たちなんで、まあ、うちのファンで言うわけではないですし、ボケで言ってるわけじゃなくて、こいつら、本気で言ってんすよ末期とか言ってんすよクソワルタとか言ってんすよほんまに。どういうことやねんな。ほんま。えまあ、おもろ、おもろい話ですけどね。 あとなんかね、こういうのもありましたね。これはまあ悪口じゃないです。なんか、あの、引っかかって、なるほど、なるほどというか、どないやねんと思ったんで、ちょっとピックアップしますけども。大石正義さんに、世界中を敵に回しても守りたい彼女に、浮気された男の気持ちを綴った歌詞を書いてほしい。いや、これ、この子多分、 彼女に浮気されたんだと思うんですけど。世界中を敵に回しても守りたいって思ってる彼女に多分この子は浮気されちゃったんやと思うんですよ。で、多いし、ちょっと歌作ってくれよっていうことやと思うんですけど、悲しいね。彼女が一番の敵やったっていうことですかね。タイトルだけは浮かびました。 エネミー <laughs> <laughs> それでは聴いてください。<laughs> 大石正義で。エネミー。<laughs> 本当の敵は一番近くにいました。<laughs> エネミー。<laughs> ちょっとハードコアな感じの曲にしようかな <laughs>。いやー、いろいろあるんですね。 いや人の感情の分だけね、やっぱこう、曲にして欲しいとか、曲っていうのは生まれてきてきたりしますけども。これはちょっと、あの、一人でクスクス笑ったんですけどね。あ、<laughs> これもなんかちょっと乱暴なやつありましたわ。いいっすか、紹介して。これ悪口っていうか、なんか、偏見うん。大石正義って、何人の声優食ってるのか気になる。これなぁ。 よく、こういう書き込みあるんすよ。アホかと <laughs> <laughs> 今のトーン聞いてわかるでしょ。<laughs> アホかとねんなわけあるかいと。これさ、その、誤解してる人結構いると思うんですけど、なんか、あのー、 ね、曲書いたからといって、その人と仲良くなるなんて、マジで、あのー、ちゃんちゃらおかしくって、あのー、一回だから動画をアップしたいす。その、ボーカルを撮ってる時の、皆さんの、なんていうのかな、あの、あ、僕と、こう、例えばその、ボーカルブースに入ってるセ優さんとの、やりとり。うん。一回も目会えへんから。うん。僕はめちゃくちゃ褒めます。 よ、それはだって、気持ちよく歌ってほしいですし、ベストパフォーマンスしてほしいですし。だいたいなんか、あのー、クラスの陰キャみたいな感じになって、一生懸命女子を褒める男みたいな、<laughs> <laughs> あの、すっげえつな構図になってるんで、これ一回動画上げた方がいいと思う。うん。で、ほらほらほら、もうコメントとかでもなら、 あの、書いてますけども、そういう雰囲気にはならんと思うわ、とかね。えー、<laughs> そうなんですよ。本当にね、逆に辛いんですよ。ね<え>そんなにモテないと邪魔もしいよ。<laughs> <laughs> 誰がクソワロタやねん。顔面大石正義でクソワロタちゃうねん。<laughs> 誰がモテへんねん。いや、ま、モテへんけども。<laughs> 的いてるけども。 なんか、だからさ、その、クリエイターとかね、曲を作る人が、こう、交渉な立場であるとか、その、持てる要素の一つであるっていう時代は、もう終わった気はしますね。うん。まあ中にはね、その、声優さんとご結婚されたっていう、あの、作曲家の人とかも、周りにいますよ。いますけど、本当稀な例だし、その場合っていうのは、本当に馬があっ だというかそのねこう曲を書いてでボーカルディレクションしたりとかでも逆にディレクションしなくても別のこうなんかねあの集まりがあったりとかおっきな新年会があったりとかしてそこでこうあのー、連絡先交換したりとかなんかそんなレベルやと思うんですよねだからもう僕ちょっともうこの際だからはっきり言っときますはい。クリエイタータ 作家、曲か作詞家は声優さんとはめちゃくちゃ距離があります。大丈夫。<laughs> <laughs> 安心して。みんな安心してください、うん。もう僕なんて特にそうですよ。 写真撮るときとかもうめちゃくちゃ距離撮ってますし。でもこれも僕の、ね、持論があるんですけども何回でも言いますけど、あのー、どこの馬の骨とも分からへんような男が、すごい、ね、距離近くで、その、推しと写真撮ってたりとかすると、やっぱりなんか、うってなるじゃないですか。ね。僕、もやっぱ、まあ、なるというか、なんかこんな近くていいのかなって、こう、そわそわしちゃったりとかもするし、その、 推しを見るときにね。だから、それはもう、それなりの距離感あった方がいいかなと思って、毎回距離持って写真撮ってますけども、僕の場合はあまりにも距離取りすぎて、なんか、あのい、いじめられてんのかとか、あ、おいしいお前、大丈夫かいじめられてんのかとか、よくコメントいただきますけどもね。うん いやーでもね、そう、離れるのも寂しすぎるとかね、コメント寄せられてますけど、確かにこう、適切な距離感っていうのはきっとね、あるとは思いますよ。でも、やっぱこう、初めてお会いした方とかは、なんか、そんなもん、おいそれと。え近くにはいられないですし。あと僕、ほんと連絡先知らないですしね。聞かないし。あと、聞かれないし。<laughs> マジでマジよ、これ。あと、俺のインスタのさ、あ、インスタって結構そういうなんかこう、LINE みたいな感じで、こう、インスタの DM でやり取りしてる、こう、タレントさん同士とか、まあ、それこそ、え、作曲家と、セーさーみたいなのこう、みんな邪水するでしょじゃ、俺のインスタの DM、公開したいもん。マジで。 業務連絡しかねえから <laughs> マジでで、大石正義でそんなレベルです。<laughs> なんで、自分のね、推しにも当てはめてほしいんですけど、そう。あなんか、<laughs> みんな結構邪水すると思うんですけど、うん、誰々が曲書いたから、うん、もしかしてなんか、ちょっとくっついちゃうんじゃないのとか、なんかそういうのをね、想像しちゃったりするかもしれないですけど、今の大石のこの、あの、 言葉思い出してほしい。業務連絡 <laughs> 連絡先。聞かれないし、聞かないし。うん。大丈夫です。皆さんね、安心してほしいなというふうに思います。<laughs> えー、業務連絡しか来ないの中学校の頃の俺やんけ。<laughs> お前の中学生時代大変やったよな。いや、ほんまに。でも、それよ。大人になればなるほどじゃないですか、むしろ。 なんか、そんな、あと、どうこうしたいとかもね、あの、思わないし、思われないじゃないですか。そんなもん。ほんまに。でみんな結構ね、なんか、くっつけたがるのは、みんなの方ですよ。うん。当事者はね、全然、そんなことない。<laughs> <laughs> えー、LINE のお友達は多そうな雰囲気あるけどな、そうでもないよ。 本当に悲惨。<laughs> 俺の LINE。<laughs> たまにさ、なんかあのー、あのー、ね、とある、こう、俳優さんが、もう未読1000件ありますせ、みたいな感じのことが、こう、ニュースになったりとかしたじゃないですか。あのー、ああいうの見てると、羨ましいもんね。未読千 <laughs> ワンちゃん既読も千0ないから <laughs> <laughs> 何やこれ <laughs> 俺の傷をえぐるラジオになってるやんけ。えマジでないのよ。連絡。来ん。来て <laughs> 徳本さん送ってきてくんないな何をすおはよう。<laughs> <laughs> おはよう送ってきてくんない俺に。なんかさ、愛子 <laughs> さんとのツーショット写真くださいとか以外でさ、<laughs> <laughs> おはようございます<は>大石さん僕から送ったことないっすよね,ね今日はご機嫌いかがですかえそのなんかどこどこで何食べたよみたいな自由が丘のスイーツここおすすめですよとか <laughs> なんかこう送ってきてよ <laughs> ちょっとなんかさ俺寂しいラインが <laughs> ねえ <laughs> でもだからこそねなんかその皆さんとのね <laughs> ファンの皆さんだったりとか自分のことをこうね注目していただける皆さんとのこう <laughs> コミュニケーションを一生懸命図ろうとするっていうのもありますからねまあ大体音楽やってる人たちなんてねやっぱこうどこか不器用なとこがあったりとかどこかこうなんかこう人とのつながりをうまく形成できなくってだから音楽っていうツールを通じて誰かとつながりたいっていうね寂しがりな人が多い。 文、ね、母でけ主語 <laughs> <laughs> でか <laughs> 申し訳ございません。僕の個人の,あの <laughs> 感想です。<laughs> さあ。 えー、というわけでですね、ここで一曲お届けしたいなというふうに思うんですけども、えー、今夜はですね、えー、大石とお話のコーナーにですね、えウルトラマンルーブの時にお世話になりました、えー、ミナ役でね、えー、その原ありささんが、えー、ゲストで来てくれるということなのでですね、特撮ドラマ、ウルトラマンルーブ主題歌、聴いていただきたいと思います。大島選手、ハンズやった 大石ませしのヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは、色メガネです。このコーナーは大石のトレードマークメガネにちなんで、砂利が欠けているかもしれない色メガネ、すなわち偏見を送ってもらい、僕が色メガネかどうか判断していきたいなというふうに思います。砂利ネームスーパーウルトラフライスさん、兵庫県神戸市の方の色メガネ。 無地の T シャツばかり着てる人は、両思いだという確信がないと告白できない。<laughs> いい色眼鏡をお持ちで。<laughs> いい色眼鏡をお持ちで。<laughs> やっぱ、その無地の T シャツ着るっていうのはちょっとまあ無難の証と言いますか。ね。傷つきたくないんですよ。誰かに何か言えば冒険できないからさ。だから、両思いだっていう確信がないと告白できないっていう、はい。 心理でしょうね。俺なんかこういうの開けるかもね。色眼鏡心理学。<laughs> <laughs> わっちゃいけるかもしんないな。で、僕も実は家では無地の T シャツばっか着てるんですよ。家ではね、やっぱね、平和でいたいというか、うん、無難。ザ・無難現状維持。 現状維持くん。<laughs> 現状維持くんなんですよね。でも、徳もさんも結構ファッション、無難というか、う,ね、うん、人当たりのいいと言いますか、なんか、あまりこう突っ込み入れられない感じのカジュアルな格好されてるじゃないですか。やっぱり、両思いだという確信がないと告白できないですか。はい。<laughs> じゃあ話しよう。<laughs> <laughs> すいませんねあ。あんまりでしょ、うん。あんまりじゃないですか。だし、だし使った。すいません。はい。<laughs> あとで、おはようって。あ今日、おやすみって入れるわ。LINE <laughs>。おやすみって入れることにする <laughs> あかんあかん。大石徳物。仲良しラジオになってる <laughs>、えー。え続きまして、チャリゲーム、ちみじゃなきゃダメだこりゃさんですね。堺市の方。色メガネ。 一人っ子の男性は、周囲の大人の愛情を一心に受けて育つため、自己肯定感が高く、他人への思いやりを保ちやすく、包容力が高くなる傾向がある。よって、年下の女性を好む傾向が強い。誰がロリコンやねん。<laughs> 俺の話、<laughs> 大石正義の話や、これ。最初褒めてんのかなと思ったら。<laughs> 最後の一文よ。<laughs> 誰がロリコンやねでもちょっとね、そうなんですよね。僕のことを、本当のロリコンだと思ってる人い,い,いててい、違うんですよ。たまたま好きになるアニメキャラクターが、その妹な場合が多いだけで、こう、決してロリコンっていうわけでは、ない。ね。 こういうことをね例えば X でポストとかするといい加減認めなさいとかよく言われたりとかするんですけど <laughs> いや認めるもん何もそういうわけではないです。 あともうそろそろ僕がビジネスロリコンだっていうことにみんな気づき始めて <laughs> あのそこに気持ち悪さを感じてる <laughs> 感じ始めてるからもうやめようかなと思ってますよなんかこのキャラクターで押していくのはまあ好きなキャラクターはずっと好きなキャラクターでいますけどでもなんかそれを全面に押していく気持ち悪い感じはもうやめようかなってうんこの ビジネスロリコンがあって、最近言われ始めてるんでね。<laughs> でもちょっと、まあ、一理あると思います。僕一人っ子なんでね。えー、周囲の大人の愛情を一心に受けて育つため、自己肯定感が高く、まあ、自己肯定感、高いかな。ちょっとわかんないけど、でも、まあ、人への思いやりを保ちやすく、包容力が高くなる傾向がある。これはま、わか、わからんでもないかな。だからま、あこう、ね、こう、強い人よりも、まあ、ちょっとね、 えっと、好きがある方とか、あと、守りたくなるようなタイプの方を好む傾向があるから、年下の女性を好むっていうことなのかしら知らんけど。ね。ビジネスですけど。<laughs> <laughs> これは、これはビジネスですけど。言うとかんと、なんだから、どこがね、 あの、つつかれるかわからない世の中じゃないですか。ね、コンプライアンスだったりとか。その言葉はちょっといただけませんね、とかってね、なる可能性もあったりとかするんだよね。はい、次行きましょうか。えー、あ、また、地味じゃなきゃダメだこりゃさんですね。え坂、ー、井市の方、色眼鏡。どんなプロフィールより、インスタの検索ページが、その人の人となりを表している。<laughs> これはあると思います。うん。例えば、その、よく、えっと、インスタで、こう、検索してる人だったりとか、よく訪れてるアカウントとかに、まあ、おすすめとしてね、あの、勝手に、インスタ側の AI が判断して、こう、サジェスト的に、この日、こういうの好きなんじゃない、<laughs> この写真、好きなんじゃないのみたいな感じ。<laughs> で、あのー、 まあ出してくるんですよね YouTube とかもそうですけどもこう, <laughs> こう検索あ YouTube とかインスタの検索ページ人に見せられますか見せられません <laughs> いや俺さインスタはまだ下なんだけど YouTube はさすがに見せれんかもしんないな僕はちなみにインスタはなんかバンド系が多いですね ええー、まあ、最近特にそのサウンドスケジュールでツアー回ってるっていうのもあって、そのバンドのあのアカウントとかを結構こう見たりとかしてる手前、結構バンド系が多いかもしんないですね。YouTube はどうだろうちょっといいですか見て判断するわ。そのホーム画面に、ね、何があるかってやつですね。ああ、ダメだこれ。<laughs> <laughs> いや、別にいいんですけど、そう、あ、死んやみに言っときますけど、エロ系ではないです。エロ系ではないですけど、えー、っとね、なんでしょうね。まあまあ、その軽いところで言うと、えー、っと、今おすすめに出てきてるのが、えー、あれですね、スロパチステーション <laughs> <laughs> ちょっと、まあまあまあいいんですよ。スローパチステーション大好きですし。まあたい、見てますけど、見てますけど、なんかその、なん,なんかあるじゃないですか。うん、スロット会みたいな。とかね。<laughs> あと、あの、すっげーたくさん出てきてる IP があるんですけど、あの、ポケモンいっぱい出てきますね。はい。あの、ポケモンの、なんて言うんでしょうか。えっと、 ついに解禁された最強ポケモン。グライオンで無双してたら外役すぎて切断されました。<laughs> みたいな。あ、こういうの結構見てる。あ、そう、黒子さんです。え、黒子さん知ってんの見てんの <laughs> やば、俺黒子さんめっちゃ好きで。<laughs> その、僕ポケモンのゲームユーザーじゃないんですよ。実は。やってないんですけど、ロムる、見るのが大好きで。で、黒子さんのチャンネルめちゃくちゃ見てる。 なんかもう何でもかんでも最強系が好きなんですよね。なんか最強構築とか、この、ゲーム上手い人を見るのが大好きだったりするから、それでめちゃくちゃ上の、今、外にいるヤンタンのプロデューサーが、黒子さんですよね。タイトル言っただけで。グ <laughs> ライオンだよ。すごいね。しかも最近のやつだよ。9時間前に。<laughs> 今日、今日更新する。仕事せい仕事をせい9時間前の更新や、これ。何を見てんねん。やんたんせい。<laughs> いや、すごいな。面白いですね。でも、確かにね、こう、一昔前は、その、まあ、例えばですけども、こう、Yahoo とか Google ググの検索履歴を見られると、 まずいみたいなのがありましたけど、最近はこういうインスタとか YouTube とかの検索ページを見られると、その人の人となりが分かっちゃって、ちょっと人に見せられなかったり、よなよなこういうの検索してんねやこの人みたいな感じ、趣味が知れてしまったりっていうね。お父さん気をつけてください <laughs>。お父さん気をつけてくださいね。Google の検索履歴消すだけだと、もしかしたらちょっと、 いろいろ、娘さんにバレてるかもしれないですよ。<laughs> 気をつけてください。<laughs> <laughs> さあ、えー、というわけでですね、えー、このーコーナーではですね、引き続き、えー、コーナーへのお便り、そして新たなコーナー案もお待ちしておりますよ。y k i ーク m b s 1 1 7 9 c o m までメールを送りください。 続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。 さあ、このコーナーは、シンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しの友達、ツイッター芸人などなど、無数の肩書きを持つ大石正義が、さらに芸の幅を広げるべく、毎回ある分野の専門家をゲストにお招きして、エキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーでございます。さあ、今回のゲスト、お呼びいたしましょう。お久しぶりです。えー、女優の園原ありささんです。皆さん、こんにちは。園原ありさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 何年ぶりや ?2019 年ぶりですね。なななな久しぶりです。4年ぶり。4年ぶり。オリンピック。<laughs> 一回開催してる。<laughs> すごいですね。もう本当にお久しぶりご無沙汰しておりますわ。はい、えー、その原さんと僕はですね、ウルトラマンルーブというね、はい、作品でご一緒させていただいてということなんですけども、まあ僕は別にあの俳優として出てたわけではなく、えー、その原さんは、えー、港朝日役でね、ヒロイン役で出てらっしゃって、え、はい、オープニング主題歌が、まあ先ほど聞いていただきましたけども、はい、え大、ー、石正義でハンツ歌わさせていただいてて、はい、いやー。 すごいこの時2018年のことは5年前。はい。えこれいくつの時？えっと高校生でしたね。高校生。高校生。<laughs> カタカナにもなるよ。<laughs> 高校生。すごい。え誰よりも堂々としてなかったですかあの時？いや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 。 <laughs> いや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 。いやだってもうなんか、僕も、その、その後ね、えっと、リアルイベントというか、ハッピーファンフェスタというイベントにね、参加させていただいて、はい、その時初めましてだったんでしたっけ、はい、なんか、その話しかけるのもおこがましいぐらい、ハッピーなオーラがブワーって出てたから、ちょっとなかなかこう、女優さんってすごいんやなって思ってて、その時にもうすでに、 なんか大御所というか。貫禄と言いますか、まあ、そう言われたくないかもしれないですけども、あったんですけど。もう、そんな感じでもなかったんですか。<laughs> そんな感じ、あのー、本当に、その兄弟、その仲良かったので。はいはい、あ、その湊兄弟がね。リラックスしてたかなと思うので。そんな、そう、緊張感っていうのが。ないから、っていうのはあります。<laughs> <laughs> <laughs> でも、あれ、ウルトラマンルーブで。 その主演っていうのは初めてだったんではいレギュラーのドラマを初めて,てしええ何かそんな感じしなかったもんええー、めちゃ慣れる <laughs> 10本目です、みたいな。私10本目ですけど何か、みたいな感じでしたよ。だから、演技とかも素晴らしかったじゃないですか。もう毎週僕、あの、く付けになって見させていただいてましたけども、いや、なんか、そういう感じだったんで、でも芸歴は長いんですはい、2歳から。2歳ってえ、芸歴じゃ今20年ぐらいってことはい、20年目に。すごい。え、2歳の時は何をして CM とか CM おもちゃの CM とかあ,ららあとキッズモデルとかを中心にやらせてもらいました子役膳としてますねそれはね<ー>えでもその時のこと覚えてます2歳ってなかなか物心ついてない時期だから記憶とかもないんじゃないですか、ね、でも覚えてます2歳で 2> はいあの撮影の時太陽眩しかったな、うん、みたいな、えー、そんな細かいディティールまで <laughs> むしろそ細かかいことだから覚え結構スタッフさんとかもやっぱちっちゃかったので大人にも全然怖がらずあ元気に行ってたので結構人の顔とか名前を覚えるのが得意だったので、えー、結構そのお仕事でやったこととかも覚えてます、ね、あそうなんですね。 なんかこういう記憶力って、あの僕もたまにね、こうドラマとか出させてもらったりするんで、すごいなっと思うんですけど、俳優さんって。なんかセリフ覚えんの早ないすかえ、でも私もあんまり早い方ではないので、ほうほうほうそれでも周りが早いからでしょ僕から見たらマジですごいなって思ったりするんですけど、そういうの。 あの、パッと見て、パッと覚えられる方とかは、羨ましいなってい。いや、だからもうそのレベルで話してる。一流ってこれやから。芸<う>歴20年ってこれやから。僕らのレベルに合わせて。ううう <laughs> もうあの、役者歴1年ぐらいの人に合わせてほしい。<う>その、ピッ、パッと見て覚えるとかじゃなくて。<う>でも実際どうなんですかその連続ドラマとか、そのレギュラードラマとかになると、やっぱこう毎日撮影とかになったりするわけじゃないですか。はい、で、その、 前のの日に覚えたりすするんですかそういうういいセリフっていうのはでも結構舞台とかをその前にやらせてもらってたので結構舞台っても最初に結構バーンって一冊覚えちゃうこととかがあ,あってなので1話ごとの,その台本もらうとうん、うん、結構それを1回もらったらバーンと覚えちゃって、えーえー、スケジュールが結構その特撮系って天気とかにもよってよ、ね、撮るのが変わったりするので。うんうんうん 結構全部覚えてないとどこやるかわからないんで、なるほど脈略もね。はい、だってドラマとかになると、じゃ一話の何シーンとあと五話の何シーンをここで撮りましょうみたいな。一、はい、話の時の朝日の 感情と5話の時の朝日の感情ってやっぱ違ったりするから違いますねそれをこう辻褄合わせるためにやっぱその台本とか、はい、まあ脈略流れぐらいはちゃんと知っとかなきゃっていうことですもんねそうですねうーんすごいやだからすごいもうセリフ一個覚えるのもそうだしそのいざそこの場面になった時に現場にいた時にその一言を発する時にやっぱ緊張が走るんですよ いや僕私も、またやめてよ、またとか言われてくださいよ。<laughs> 違う。本当に本当です。すごい緊張しやすいタイプで。いや、いやもう信じない。信じてください。もうさっきの今の下りあるから。<laughs> <laughs> こっちのレベルに合わせて、ね <laughs>。舞台とかあっても、はい、毎公演、繰り返しても緊張しちゃうんですよ。 あ,あそっか舞台とかになると昼公演夜公演あって、はい、しかもまあ1週間2週間とかねこうロングランだったらあるんですけどそのじゃあ7日目の、えー、と夜公演とかになっても,も<う>ちょっとピリッと緊張してたりするのんか出演者の方から、うんあの「まだ緊張してんの?」とかへえ<ー>そうなんですか、はい、えそれでいてあの演技ってすごくないですか もバクバクしてますまて言うてる <laughs> ビジネス緊張ですよこんなっえ,ー、えじゃ舞台とかでセリフ飛んだりとかすることってない,いんですか飛ぶことよりも、うん、飛ぶことはないです今まではお<ー>けど噛んじゃうこととかがあってあまあまあそれはね確かにねもうそれでも出る前にすごい確認しますおおおおでも緊張しすぎて、はい 出る10秒前ぐらいに、やばいセリフ忘れたって思う時があって。<ー>あどうしよう。もう出なきゃいけないのに思い出せない。あー出ちゃえって思って。それでもうまくいってるわけでしょはい。<laughs> <laughs> <laughs> こっちに合わせて <laughs> こっちに合わせて <laughs> いやそうなんや。まあでも、ちょっとその気持ちすげえわかりますわ。僕もだって、まあ別ですけど、あの、歌歌ってるんで、その大きな舞台の前でちょっとなんかこう、緊張というか、なんかいつもと違う雰囲気感になっちゃったりして、<laughs> で、その、もう舞台に上がる10秒前まで自分の歌詞を Google 検索して、<laughs> こうやって確認してるときとか、<laughs> たまにありますよ。 え、もし忘れちゃった時どう対処してるんですか本番中歌ってて。あ、歌詞どうしようって。ああ、そういう時はですね、大体、なななーで歌って、最終的に、あの、なななーで歌い切った後に、武道館って言ってます。武道館って言う、その会場の名前をこうね、大きく叫ぶとみんな湧いてくれるんで、なななななー、武道館とか、なななななー、横浜アリーナーとかってなんとかなるんですよね。 いいね、まあ僕らはまだねその何て言うんでしょうかあのまあイニシアティブというか一応一番リーダーなわけじゃないですか、はい、歌う人間がでその例えば歌詞を間違えてあのジュディ・マリノ・ユキさんの名言ありますけど歌詞間違えたらこういう歌が聴けてよかったねって私は思うようにしてるっていうね名言があるんですよみんなよかったね歌詞間違えて1番と2番を入れ替えてバージョンが聴けてよかったね っていう風なこうメンタルだったりするんですけどそれ僕もなんかその、まあ、あんまり緊張しすぎないようにって失敗してもいいようにっていうのでそのメンタルも大事だなと思ってそういう風に思うようにしてるんですけど舞台はまた違ううじゃないいですかか連帯責任と役柄があってう、ね、しかも,もう演じてるキャラクターとかもその大事なキャラクターとかがたくさんあるわけでなかなかね そのプレッシャーってありますよねそうですね、うん、なんかその舞台中にハプニングが起きちゃったりする時もうん、うん、素が出ないようにしなきゃいけなかったりとかそうですねなんかアドリブとかを入れてくるシーンとかがあるんですけど。はい 結構私耐えられず笑ってしまう時があってでも結構素で笑ってんるじゃんって言われることは多い<ー>だからっと気をつけなきゃなって思ってそのキャラクターで笑ってるんじゃなくて素の薗原さんで笑っちゃってるやんみたいな笑っちゃう時が多いです、はあ、気をつけなきゃなって思ってっていうか周りもやっぱプロフェッショナルやねそうですね毎回舞台楽しんでるね <laughs> はい やっぱりそうですね特に千秋楽とかはもう時間が伸びる伸びるっていうあその舞台の公演公演時間がすごい伸びて、はい、そのアドリブシーンが多すぎてうん、うん、その特典映像とかにその日替わりみたいなやつ全部入ってたりする時があってそれぐらい毎回日替わりネタを始まる前に。 まあ言っっていいことと言っちゃダメなこととととちゃなも原作とかでであるのそういうのを確認しながらみんなえ。えそれはもう事前に相談してるんですかその舞台行く前に、えっと。その私はあんまり日替わりネタはそんなにやったことないんですけど共演者の方で毎日変えなきゃいけない時があって、うん、それを自分で考えなきゃいけない時があってあ<ー>それは毎回プロデューサーの方に聞きに行ったり。 あそうなんだ。<て>一応その、やっぱ、こう、第三者委員会というか、これはいい。これはいい。これはでも自分で考えたやつなんで、なんか受けなかったりすると、すっごい落ち込むんですよね。ダメージでかないですか大きかったです。<笑><笑>大きかったです。いや、滑ってるやん。<laughs> 滑っていか滑ってるやん。<laughs> 大きかったです。<laughs> <laughs> 大きかったです。<laughs> ダメージでかいっすね。かも、うん、きいです。 なきんか難しいあとさその「いや話聞いてないよ!」みたいなのとかないんですか舞台上で。あります。そのね、例えばこうパートナー役の、ね、<laughs> 俳優さんが急にアドリブかましてきて「どないすんのこれ」みたいなのとか。はい、あ,あるあります。あ<る>なんでそんなことしてきたの<笑>,笑っちゃうじゃんって。<laughs> そうなんだ。笑っちゃうじゃんって先言ってよ <laughs> 構えといたのに <laughs> 無理だったーみたいな。あ、でもやっぱ笑っちゃうの。笑っちゃいまもうめちゃめちゃ、うんに、もうニヤニヤしちゃってダンス踊りながら。<laughs> <laughs> いや、いいね。その舞台の話。でも、あれでしょやっぱスケジュールとかもめちゃくちゃこう、 拘束されるとかかって言うじゃないですか、はい、舞台やってる時はもう他のスケジュールできなかったりとかそう,、ね、そういうのもあるわけでしょう僕はもう全然舞台やったことないんで分かんないですけど大体1か月ぐらいなんですかって,経過ってはいほぼ1か月ずっとそればっかりそればっかり,そっかりえっお休みはあります、うん、あドラマで言う殺球みたいう「殺休」みたいな感じでありますね殺休」やって。<laughs> 最近覚えたんよ。撮影、お休みって書いて、撮球って言うらしいね。ええー。なんすよ。俳優やし、俺。応援しませんし、俳優やから。撮球ってね。はい、言うんですよね。言いますね。ね、撮球、ね。うん。<laughs> 言いたいだけみたいな。いや、でもあの、舞台の話、たくさんして、あれなんですけど、 鬼滅の刃とか、ワールドトリガーとか、はいえー、いろんな舞台出てますけど、はい、それこそ鬼滅なんてね、はい、巨大 IP ですし、はい、ワールドトリガーもめちゃくちゃ大きなタイトルですけど、はい、なんか、演じる上でのプレッシャーみたいなんてあるんですかうん、やっぱりその原作のそのファンの方のイメージを、いかに壊さないように演じるかというか、うまあ別物っていうのはう、 あると思うんですけどはい、はい、やっぱりそのこういう役であってほしいっていうのをできるだけ壊さず近づけるように、ね、ストレートの舞台とは違ってうん、うん、やっぱり原作をもうやっぱそオリジナルストーリーじゃないじゃないですか、はい、まあまあそのもあるものっていうかでこのあと2.5っていうちょっと特殊な 舞台性って『鬼滅の舞台』とかってなんか特殊効果結構あるんでしたっけ言える範囲であれですけどいや <laughs> めっちゃ<い>めちゃ考えてくれてるないですないはいなんかそのなんて言うんでしょうか、えっと、舞台やる上で2.5特有のなんか例えばですけど 僕、ダイヤのエースっていう舞台の主題歌書いた時に、はい、その、走り方すごい特徴があったなとかって、そのグランドをランニングする時の、<ー>なんかこう、みんなのこうランニング、その場で足踏みしなきゃいけないチャンネルですか。 それでもこう角度を変えるためにこう正面になったりとか急にこう横になったりとかそのフォーメーションがめちゃくちゃかっこよかったりとか<ー>そういう,なんかこう舞台演出があったりとかしたんですけど鬼縦とかって盾とかなかかなたんですか盾とかはあったんですけどうん、うん、私が演じた役は結構あんま動かない役そなので逆にそのアニメでも。 結構止まって喋ってることが多いので、で、舞台ってその止まって喋るのももちろんあるんですけど、動いてたりしなきゃいけないので、うん、この子はどういう動き方するんだろうとか、あなるほどね。仕草をするんだろうっていうのを考えるのは、鬼滅の刃は大変でしたし、あと結構黒子とかも、その鬼滅では私やったんですよ。おー、あそうなんだ。もうその、早替えがもう十何回ぐらい。やばっ。 3秒で着替えてみたいな。3秒で着替えられへんって。<laughs> いや、着替えるんですよ。いや、着替えられへんって。3秒やろも,もう、早すぎて、私も着替えられてるのかっていう。<laughs> いや、だから、不安になってるやん、本人。<laughs> <laughs> <laughs> 本当にドキドキしながら。3秒で着替えれるえ、なんかその、特殊な衣服で、例えばボタン式みたいな感じになってて、はい、パチパチパチみたいなこと。パチパチパチみたいな。はぁ。 そんなん、なんか、すごい、ね。はい。毎度、着替えれてんのかなって不安になりながらやってるってことはい、もう、なんか、その、ウィッグをつけるときにネットをかぶるじゃないですか。はいはいはい。ネットの頭で出てないかなみたいな。ウィッグ取れてないかなとか。俺もたまにある。<laughs> あ<の>ウィッグなんですかウィッグじゃなくて、<laughs> ちゃうわ。<laughs> ジゲやジびっくりにさチャウチャウチャう, <laughs> う,う,うメガネかけてるかな <laughs> <laughs> メガネ忘れてないかなとかうんそういうのはありますはいはいなんかねあのコメントえっ、ー、と X のポストで推しは毎回ものすごく原作に寄せてて本当にすごいっていう、はい、コメントありますねまあやっぱその読み解き方というか解像度っていうのはすごく大事にしてるんですか原作のはいうん、うんもうあのー 喋ったりポーズ決めたりうん、うん、戦う時のやつとかも原作もちろんその演出家の方と一緒に角度とかから見ながら細かいところまでやってますね。それはなんかもう例えばその子、ね、役から一応その演じるっていうことに対してはこう身近にあったわけじゃないですか。ここ、はい、この役を演じるってていううとに対してなんかこう まあ、真似たりとか自分で想像したりするっていうのはもうお手の物と言ったらいいのかなこう癖になってたりとか私ならこう演じるって<ー>誰かが演じるてるものを見て想像してみたりとかそういうのってやったりするんですかドラマととか見るもちろんアニメ鬼滅の刃が私初もうを初 だったんですけどはい、はい、そこのあたりから結構アニメを見るときに、うん、舞台だったらこうするんだろうなとか<ー>を考えるようになっちゃいましたなるほどね「はい、2.5次元」っていうのもまあ言ってねその舞台の歴史で言ったら最近のことですもんねであた特殊ですよねアニメを舞台化するっていうはいで リアルでできないことだからアニメっていう SF にしたりとかアニメっていう表現方法になるのをこれをまたこう実写に持ち帰るっていうのってめちゃくちゃ難しそうな気がするんですけどすごい想像も大変なんじゃないですか役作りとかも。 大変 <laughs> もう顔に書いてるもんね <laughs> いや,い,やいっぱいやってきたなーみたいな顔しますよい私,私はそれほどなんですけど、うんはい、やっぱり実年齢よりも低い役だったり高い役をやられる方とかは本当に大変だと思いますやっぱ大変な盾とかでも若い役とかだとその疲れてるように見せちゃいけないとかー、うん、ああそっか俺,俺無理だじゃあもう。 縦なんて3振りで多分息切れするわ123なると思うわ <laughs> いやそうなんやねそれってどうすんの我慢なの体力作りをその事前にするとかそういうやり方なんですかそうですねうんもう体力づくりもそうですしあのワールドトリガーの舞台とかだとトリオン隊なんですよ トリオン体。はいはい。その、トリオン体の時は、その実の体は傷ついてないっていうか、疲れないみたいな体なので、まあ舞台では疲れてるように見ちゃダメなんですよ。なるほど。息切れとかもしちゃダメなの。まトリオン体っていうことを意識すると。汗もかいちゃダメだしいや、汗はかいちゃいます。いや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 。いや、それはもう無理ですよ。いやいやいや、別に、俺、演出家じゃねえから。大丈夫。目覚まして、俺、俺だよ。 大石です。クソメガネです。大丈夫。大丈夫。無,無理はさせない。これ<は>、汗はかいちゃうよね。それ。でも、鳥ン体だから汗かいちゃダメみたいなことは意識したりするの。なるべく、あの、生地を薄くしたりとか、<ー>はけたら拭いたりとか、まあ、はぁ、あ、はあ言わないように気をつけたりとか。めちゃくちゃ大変じゃんね。ね。はい、だってに、生身の人間ですものね。はい。あ、でも衣装って、 あの結構そのちょっと通気性いいものとかを用意していただいたりとかそういうのってあるんですかはいそうですね着替え用に、まあ、全部マジックテープだったりとかリ、うん、ックかぶってるとかぶれないので、うん、全部のチャックとかあーかあーなるほどその前開きになってるやつとか後ろ開きになってるやつじゃないと脱げないんだ上からよいしょみたいなができないので全部後ろがチャックになってたりとか 大変いやもう本当の衣装さんとかが全部あのここゴムにした方がいいよねとかメイクさんとかもビッグここピンつけた方がいいよねとかいろいろ相談しながらやってるのでう本当ありがたい,ですかい舞台ってやっぱすごいよねそういうか細かいさあのなんていうの演出表に出てないけど裏でやってることとか仕込んでることってめちゃくちゃなんかきめ細やかですよね。はい みんなのアイディアを出し合ってる感じがなんかそれが羨ましいんですよこう僕は舞台の人間じゃないんでこう傍から見てると部活みたいで青春<れ>青春してるなぁみたいなでも近いと思いますね、はい、一応プロフェッショナルもちろんプロフェッショナルですけどそれでお金もらってるわけですけどでもなんかこうプロがやる文化祭みたいな感じがすごい羨ましいというか、うん、なんかあと絆みたいなものもね そうですねもう本番含めて約2か月ぐらいはずっと同じカンパニーの皆さんと一緒にお芝居するすす、ね、す素敵な話ですねあのちょっとまたあの振り返って子どもの頃の話とかも聞きたかったんですけどい,いいですかはい学生時代とかってどんな学生時代だったんですかもうすっごく元気 すっごく元気すっごくそのまんまじゃないですかそのまんまですこのままじゃあすくすくと育てはいき <外に S 1> <laughs> たってこともう,もうよく陰キャ陽キャとか言うじゃないですかああ言いますね陰キャでも陽キャでもなかったです、うん、どういうこと結構ど,どっちにもいました宇宙 <laughs> <laughs> あの結構その静かな友達もいましたしはい 結構楽しい感じの友達も。グループ分けの話はい。陰キャグループ、陽キャグループ、どっちにも所属できる宇宙だったってこと宇宙です。すんまへん。ほんますんまへん。後でちゃんと怒られますん結構給食が好きでした。給食あ、よく食べる子だったのはい。ええ。毎日、給食じゃんけんしてて。給食じゃんけんはい。ああ、例えばですけど、その、プリンが余りました。 じゃあ、私がプリンもらう。いや、僕がもらう。じゃんけんぽんみたいなことンンはい。に参加してたのはい、もう毎回。へえー。いい。感じいいわ。<laughs> <laughs> 感じえでもさ、やっぱ、その時からやっぱ子役とか、そのね、それこそ高校時代は、ルーブとかに出ちゃってたわけじゃないですか。はいはい なんかそのね特別扱いとかされちゃったりもしくはやっぱ自分はタレントだから俳優だから女優だからみたいな気持ちになる方もね中にはいらっしゃると思うんですけどもうそのクラスの皆さんとあれなんですね目線はいもうほぼ一緒でした文化祭だったり、うんうん、音楽祭とかの実行委員もやってましたし。えー そういうクラスの行事にも積極的に参加してたのはい、体育祭とかでも、めちゃめちゃ、えー、もう、その、行事とかは大好きだったので。え、でも、ごめん、んこんな話聞いていいのか分かんないけど、ルーブやってる時とか、大変だったんじゃないあ、もう、その時期はすっごい大変でした。ね、もう、修学旅行とかも、途中で参加したりとか。うんうん、ああ、そっか、ドラマの撮影が。撮影が終わって、とか、うんうん、もう、 あありりましたけどあと周りが黙ってなかったんじゃないですか,なんか例えばですけど修学旅行先だったりその学校区内とかで、まあ、体育祭やってたらこう子供たちが「あれ朝日ちゃん?」みたいな感じのとかああでもそれはあんまりなかったですうなんだ一回だけ、うん、あの,その中学の時に修、うん、学旅行で京都に行った時にあの。 その自分がやってたグループのストラップをつけてたんですよ。したら、<ー>奈良の方の鹿を見てたら、うん、アイシャちゃんって言われて。お<ー>おーこんにちは <laughs> <laughs> こんにちは。え、<ァ>なんで、なんで、なんでいるので、で、はい、は修学旅行,行 <laughs> かわいい。<laughs> 行ったことあります。えー、もうそのファンの方、<laughs> 燃え死んだんじゃない大丈夫いや、でも多分、それは私って気づいたというよりかは多分、グッズを見て、うん、ああ。って思ったのかな。そのパターンな。あるあるある。<laughs> 僕もあの、よく番組出てた T シャツ、モナリザの絵を描いた T シャツでバレたことあるわ。<laughs> モナリザで分かりましたって言われたことある。そ、そんな話はどうでもいいんですよ。で、まあ、もう最近はですね、精力的にいろんな方面に活動されてまして、はいえー、8月30日には、はい、えー、幼女社長 R、オープニングテーマ、ならせ、えー、無事なシンフォニーをリリースということなんですけども、はい、アニソン歌っちゃった。はい、何同業者になっちゃったじゃん。<laughs> ええー、もうライバルよ、私たち。<laughs> いやー <laughs> いやーいやじゃなくて。<laughs> いや、大変。しかもあれでしょ、ネクライトーキーの、はい、ね、ギターさん書いてるんでしょはい。しぶさん。なんか、すごくない <laughs> トントントンよ。ええ。あなた、もう、ライバルだから。<laughs> いやーもう敬語使わないわ、私。<laughs> ライバルだよ。 初めてですよね初めてですってすよねデビューシングルですもんねデビューシングルですお話しいただいた時はびっくりしました「私で歌ってみませんか?ん」っていうのを頂い,いて「私でいいんですか?」っていう形で、ね、すっごい嬉しかったでや嬉しかったです,ったですずっとグループで中学の時は活動してたので、はい、やっぱソルとなるとやっぱプレッシャーだったりとかもあって。 アニソンには興味あったんですかとありましたね。なんか歌ってみたいなとか。まあ、そんな軽い気持ちではないか。はい、軽い気持ちではないんですけど、なんかアニソンっていうのがイメージ的にすっごい歌うのが複雑。うんうん、ああジェットコースターみたいな音符のね、うん、曲多いですもんね。多いイメージがあって。最近は特に。うん、どんな曲が来るんだろうっていうのがあって、すごくドキドキしてました。うんうんうん。でも、幼女社長 R。まあ、これ 1があって今度 R がついてって2期になってっていう感じですもんね、はいはい、もう1期とかも僕もちょっとあの拝見したりもしてましたけどもああ、はい、まだこの R は見れてないんであれなんですけどああぜひぜひ これからも見てみたいというふうに、はい、思います。さあ、ということで、えー、園原さんのお質問はここまでとなります。<laughs> ありがとうございました。え、い多い人お話のコーナーではあなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストもお待ちしております。こちらも y k アとマーク m b s 1 1 7 9 c o m までメールお待ちしております。最後にここで一曲お届けしたいと思います。じゃあ、その原さんの方から曲紹介、はい、お願いいたします。はい。 それでは聞いてくださいその肌ありさで「鳴らせ無事なシンフォニー」ーーさあそんなこんなでお別れのお時間です次回の収録は10月の9日月曜日夜ラジオトークで生配信しながら収録いたします詳しい時間等々は番組 X からお知らせいたしますよ大石とお話のコーナーのゲストにはグラビアアイドルの しさんにお越しいただきます最近 PPE に入ったばっかりですかね、えー、噂は金がに聞いておりますけども篠ノ目さん来ていただけるということで楽しみです、えー、次回はですね21時頃10月の9日月曜日生収録行いますので、えー、ラジオトーク全員の皆さんぜひ集まっていただければというふうに思いますそれではまた来週さようなら